スタート15秒前からランマが 2.45、 オズマ 10.7、 ルイが 6.2、 オケです。さあ曲いきましょう。マイリスト、さあそれではスタート5秒前からの4321、皆様タイム報告お願いいたします。スタートしていただいて結構です。4軍いるので打ちません。スタートしていただいて OK です。さあまずは注目のランマ軍から見ていきましょう。さあ皆様できればね2分台まず出したいところですね。3回倒してもね、ダークキング3、1回倒すよりも短い時間ですからね。さあ、常闇、ロア軍、そして、ランマ軍、3番人気がルイ軍、そしてオズマが4番人気。まあもちろんね、運の要素はもちろん絡んでまいりますが、さあスピナ必殺来た。さあここは生かしていきたい。さあガジェット飽きた回はこれは生かしたいですね。さあここは片手剣を信じるといった。さあランマでございますが、さあコトカがガン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 切れますが、これはいいですね。ダメージ出てますね。さあレボル今連打しますね。さあレボル連打からでこちら、さあ2254、レボル自体強いですから大きいですよね。さあここでしかしダメージは下がりませんが、さあダメージ出ております。さあここは早いですね。ビールバルじゃねえ、ビール飲まねえよ。さあ1分5秒経過からがダークキング。さあここは最後の判定入りましたけど、ことか。さあ色変わるか。1分経過。さあ1分15秒経過からが、まだまだ色は変わんなくてもいいですが、さあここでここの残り10秒ぐらいで色変わりました。さあランマ色変わって1分18秒で色変わる。さあ2分36秒ペース。さあ2分36秒ペースからがランマ、これは早い。さあ全軍負けたら一発勝負です。一発勝負でやり直しです。さあ全軍負ける、全軍負けないと思いますけどね。あの足切りラインがないんでね、全軍負けないと思います。さあ全滅したら失格でございますが、さあランマからがこちらが、さあまずはランマをこちら見ていきましょう。さあもしランマの軍を破るとこが来たら、あ次はそこのピックアップいきたいですけどね。わずか3分少々で決まる勝負に、さあランマガジェ1最下位置きました。さあガジェ1最下位置、ランマソウルのスピナ道具使いクレイジ選手のことかバトルマスターから、さあランマ打ちますね。ここで2分20秒経過。さあ最下にまだ乗ってますね。最下にまだ乗ってる、これ早いですね。さあここはオレンジからの、さあこれはルイ1分40秒黄色。さあランマのが早そうだ。そうここでテンペスト。さあ運もいいですね。さあここでテンペからも持っておりますね。コトカが必殺チャージきますが、これは片手剣なので関係ない。2分40秒経過。ここで一発目2分台が出せると大きいです。しかしランマ前回はね、3分2秒、2分35秒、2分47秒と、引き続き出しているので2分台珍しくはないですが、さあランマお見事2分台。さあ2分50秒94からがこちらがお見事。さあトモさん作戦から5点かけましたね。チームからがこちらがナイス。さあランマこちらは早いですね。さあそしてこちらがソルが放送来ます。さあソルが放送来て、まあソル君のが放送いいね、ソフィーさん文句いいから。さあこちらがロアが落ちている、ロアが落ちているからの17分20秒。さあこちらで2分40秒経過ですが、今日 TA ありますけど、さあここはルイが3分、はい、3分0017。さあ3分芝居だったらもう 0.17 の差でね終わっておりますけど、さあどうでしょうか。さあ最速はランマか、それともオズマか。オズマ3
さあ、オズマ3分03秒00。さあ、さすが先ほどの3分5秒はみんな超えていますね。3分5秒は全員が突破。いや、常闇が一番遅いですね。あれ、常闇が一番遅いか、これは。さあ、ここは常闇。さあ、あれだけロアさん煽っておいてのビリッケツからのスタート。さあ、まずは最速平均勝利回数はまずランマが取りました。3分21秒91は OK です。さあ、それでは皆様準備でき次第2戦目開始でお願いします。これあのよくあるのがね、これ参戦だから竜返しを10個しか買っていないという、ケースがありますけどね。あのここはしっかり30個用意しておいてくださいね。さあ、それでは2戦目開始 OK。 オズマ軍見ていきましょう。3分3秒から。さあ、ランマ一歩リードですがね、ガジェ引いてサイカ引いてで、まあ運に恵まれたとこもありますが、ルイ・オズマ実力的にはバッチリ優勝狙えるタイムを叩き出す4名であると思います。ランマが2分50秒。さあ、ランマが100分の1秒は省略いたしますが、ルイが3分、そしてオズマが3分03秒からのロアが、こちらが3分21秒1戦目の記録。さあ、これはランマと常闇でなんと30秒離れましたね。31秒離れました。正確には30秒97ですね。30秒97離れましたね。さあ、ダークキングからが、いやー、しかしこれはあっという間に勝負が終わりそうですがね。え、ほんと今日はもうね、今日はもう寝たいんでね、まあ、このあとロアさんが熱くなって1億払うぞコラーとか言うのやめてほしいですね。さあ、こちらが50秒経過から。さあ、そろそろ旅行の準備ね、トランクに物詰めないと高子さんに怒られる。龍一郎さん、ちゃんと準備したんですか。さあ、1分経過から。さあ、戻りまして、すっかり明日事務所のね、タレントの舞台が早い時間だことを忘れてまして。さあ、こちらが1分経過からが、さあ、オズマ軍、ここは2分50秒の最速記録は出したいですけどね。さあ、ルイ両手、コージ両手、さあ両手で来ている。さあ、ロアンところ行きますか。さあ、ロアンところの放送がソルブン放送、はい。さあ、ロアがまた落ちてますけど、これはわざとですか。さあ、これがロア道具使いから落ちているダークキングからが1分10秒経過。さあ、ここはどうだ。サイカ引いておりますが1分から。さあ、ハーフで色変えられるか。さあ、ソルが両手からが、さあ打っておりますが2分20秒から。まあ選手はまあ両手だろうね、これは間違いなくね。さあ、1分30秒、レボールが入ったかどうか分かんない、見かわされた。さあ、ここで90秒経過。ハーフラインは色は変わらずです。さあ、ハーフライン色は変わらず、闇の波動、これはキラボン入ってますね。キラボン入って食らいますが、ここは A 連打。まあちょっと遅めだね、これは。ちょっと忍者軍苦しいか。さあ、ルイのとこ見ましょう。さあ、こちら1戦目は2着だったルイ、3分からが、さあ、ネイさんからの、さあ、13、リューマ、ネイ、ルイ。さあ、ほぼ3名が、見慣れない3名でございますが、リューマさんはほどほど来てくれてますね。13とネイさんは完全初登場でしょうか。さあ、ダークシャウトで、これはルイ飛びますが、ルイ1分52秒で黄色。まあ、ちょい遅めですね。さあ、ランマ軍の記録が気になりますが、さあ、ランマ強い。さあ、やはりランマが強いか。さあ、2分57秒58。ランマ強いですね。さあ、ランマ安定して強いですね。さあ、これはもう実力でしょう。間違いなく実力。運動向じゃなく実力ですね。安定して3分を切る。さあ、ランマ3分縛りでもこれはクリアする、ラインですね。やはり細かいところが違うんでしょうね。さあ、こちらが3分経過。レボル打ってからが、さあ、結婚生活はね、どうだったんでしょうね。さあ、そこら辺分かりませんけど、さあ、そこら辺もギリギリのラインですね。
しれてるね。さあこちらがルイが、記録が3分5秒50、3分05の50、ね、0550って見るとね、ペンパイナップをアッポーペンを思い出しますね。さあこちらが30550。さあオズ、さあルイ OK、 さあお早い記録広告ありがとう。さあこれはランマ軍だいぶ有利と言っていいでしょう。さあオズマ軍とこちら常闇忍者軍は記録が来ません。さあこれはやはり最後注目がランマ軍ですが、少々お待ちください。ランマ軍の皆様少々お待ちくださいね。さあロア軍とオズマ軍の記録報告来てからこちら、ランマスタートを押していただきたいですが、さあランマもこれ勝利回数ほぼ取ってますね。勝利回数を取っている、最速も現在取っている、当然2連勝しているということは平均も当然取っている。さあロア3分29秒45、さあオズマが4分20秒02というところは、これは皆様ランマ軍大幅有利で、完全勝利ペースですね。最終戦開始。さあランマ全滅しない限りはこれはだいぶ有利ですね。ランマ4分ぐらい出しても最速を上回られない限りは安定。まあ、9割型ランマと言っていいですかね。さあランマ行きましょう。まあ油断しないでくださいね。雫葉っぱ禁止ですから、まあ、ソウルが落ちたら即終わりですから。さあ行きましょう。前回の3個って絶妙に良い設定だったんだね。さすがですね。ピコ太郎社長の事務所に在籍説。あれあれでしょ、底抜けエアラインでしょ。底抜けエアライン元小坂大魔王でしょ。3分29秒45からの、さあ10秒経過からでございますが、さあランマ軍今日も強いですね。やはりスプリントは忍者よりもランマユータ軍軍のが強いイメージですね。しかも忍者軍ほんと昨日から調子悪いんですかね。調子が悪いといえどもタイムが悪すぎますね。忍者軍ね、先ほど1戦目がビリー、今回が3着ですけど、まあね、まあ運が悪いかな、タイムじゃないですね。明らかにちょっとミスをしているタイムですね。まあガジェット最下が0だとしてもね、まあ3分半前後、完璧にやると3分半前後なのかな。さあこちらガジェットからが、さあレボルが入る。さあレボルが入ってガジェットの陣の上の判定にこれはできるか。さあこれはガジェットの陣の上の判定にはできない、できてます、できていますか、できてますね。さあガジェ上判定になってます。さあこの距離ですが、さあしっかりランマ入れましてから召喚から、いやこれは来ましたね。さあこちらが、ここで90秒経過。さあランマいいペース。さあしかしダグキンワンはなかなか全滅はしませんからね。油断しなければ全滅することはないので、ここで最下の陣引く。さあこの陣でほぼ黄色になるでしょう。さあ黄色になりました。さあここでランマラストも2分ペースか。さあ3分車スピナが落ちます。スピナ落ちてからがこちらが、さあザオラル、さあ戻ってからが、さあほとんどタイムに影響はないですが、これがレボル、失礼、これがプラズマリムーバーで、いいですね。プラズマリムーバーではなくバイギルトを優先、まず優先する。さあさすがのこちらは TA 慣れしている動き。さあランマがこれは別に、波動を下っていても関係ないというこの判定でございますね。さあこちら、まあ、一見プラズマリムーバーやりたくなっちゃうんですけどね、ここは冷静にいきます。さあ2分経過、こちら2分10秒、2分20秒経過。さあランマ必殺チャージ来たけど使うことはないでしょう。さあここが急ぎたいところでございますが、さあこちら来ました。さあガジェットからが、さあしっかり正常挟んで、さあここで一気に畳みかけるか。ランマ軍ここでオレンジに変わる。さあここでオレンジに変わってからが闇の波動をしっかり避けましてから、さあここでダメージを稼ぎたい、ここでダメージを稼ぎたい聖なる祈り側の、
さあ、聖女入れましてからさ、ダメージ入れてさ、ここは一挙に行きたい。さあ、一挙に畳みかけたい。さあ、来ました。ことがに4000超えダメージ。残り2分50、2分50秒、3分。さあ、3分縛りだったら、これは面白かった。さあ、3分縛りとしては、これは白熱で。3分縛り戦争形式だったら、これはランマダメでしたが。さあ、これは人類戦になって正解だったか、ランマ。さあ、ここでガジェット。さあ、戦争形式だったら、これ3分縛り形式だったら、これはダークキング勝利で決まっておりました。さあ、というと、おやロアが最速。ちょっとまた、3分08秒98。おっと。3分8秒98からで、おやロア最速記録。しかも、これは歴代2位の記録。さあ、オズマ3分08の08。さあ、オズマ軍は残念ながら脱落。ルイ軍3分06 33。こちら、ルイ軍も、今日が10月の19、DK1 戦争。いや、これが、ちょっと待ってください。ロア軍がいくつですか？まだこの平均怖いやつ。ロアが2、ロア最速取っちゃったもんな。ただこれランマかな。まあ、ランマでしょうね。平均ランマのが速そうだな。ルイだけなし3分6秒だから速いんだけどな。さあ、こちらがロア軍が2分35秒14。ありがとうございます。いや、これは一応これコンピューターにかける必要がありますね。さあ、最速はロアが取りました。勝利回数はランマが取っています。さあ、これはちょっともうコンピューターにかける。まあ、ランマだと思いますね。一応確認しましょう。もうこれ最新のコンピューターに打ち込んでいきますから、これは。さあ、ランマ軍が2分50秒タイム間違ってたら教えてくださいね。こちらが半角にしまして、2分50秒、2分50秒94、そして2回目が2分57秒、58、3回目が3分、08秒、3分08秒98。そしてロア軍、いや、前半のこの遅れはちょっと痛いですね。3分21秒91、3分29秒45、そして最後が2分35秒14。さあ、平均はランマが7秒弱。ランマは平均3分切って2分59秒17。ロアが3分8秒ということで、最速ロア。最速はロアですが、こちらが平均、そして、勝利回数でランマ。ということで、勝利ランマウィンが、さあ、ランマウィンがこちらが 2.45 倍です。さあ、ランマ軍、こちらかけられた方、ナイスキャッチ。